中国当局による台湾産パイナップルの輸入禁止措置を受け、日本など各国は台湾の農家を応援するため、台湾産パイナップルの輸入を拡大しています。台湾政府の公館によると、3日までに日本から6,200トンのパイナップルの受注が入りました。日本向け年間輸出量としては、 過去最高となります台湾ラジオ放送局報道連番網4日付によれば行政院内閣農業委員会の陳吉中主任委員閣僚は3日までに今後日本に輸出されるパイナップルの量は5000トンに達しさらにこれとは別に 日本の多国籍卸売企業1社は、1200トンのパイナップルを発注したと明かしました。陳氏によると、近年中国向けの台湾産パイナップル輸出量は4万1千トンから4万2千トンとなっています。中国当局の金融措置に対抗し、農家を支援するために台湾政府は。 海外市場の開拓に力を入れ始めました現在各国の中で日本からの発注が最多となっています一方農業委員会の統計によると2日時点で台湾や外国の団体個人の購入、加工食品需要と輸出需要を合わせてパイナップルの消費量は 4万101,687トンに達しましたほぼ中国向けの年間輸出量をカバーしました台湾メディア中央社の報道によると日本では台湾を応援する機運が高まりパイン購入の呼びかけが広まっています 台湾産パイナップルを取り扱う予定の声優やライフ、三徳、ハローズなど各スーパーに市民からの問い合わせが相次ぎました。声優の担当者は大紀元の取材に対し、台湾産パイナップルの販売に関する日程や店舗について、現時点ではまだ分かっていないと話しました。 ライフの担当者は今月下旬から販売を始めるとしましまたアメリカインド太平洋軍は3月1日拡張を続ける中国共産党政権に対する抑止力を高めるため4,600億円の追加予算を求める要望書を連邦議会に提出しました。 新兵器の調達や基地の建設、同盟国との交流促進などが含まれています。デフェンスニュースなど複数のメディアが報じました。インド太平洋軍が提出した要望書には、二千二十二年度の四千六百億円分の予算だけではなく、二千二十二年から二千二十七年の間に 2.9兆円相当の予算を地域に投じるよう求めていますその中にはグアムに全方位からの攻撃に対応可能な統合防空機能を構築するプランが含まれていますインド太平洋軍は中国の定めるフィリピンから台湾・日本の南西諸島を含む 対米防衛ライン第1列島線に沿って射程 500km 以上のミサイルを配備するよう要求していますその背景には中国軍が多数の巡航ミサイルと弾道ミサイルを保有しており地域で圧倒的な優位性を持っているからです。かつてアメリカと旧ソ連は 軍備拡張競争を制限するため中距離弾道ミサイルを破棄していますしかし中国は当時条約締結国ではなかったため中距離弾道ミサイルを保有しており米軍及び太平洋諸国にとって大きな脅威となっていますインド太平洋軍はアメリカが太平洋により 重ききを置くべきと訴えています要望書によると来年度の46億ドルの予算は21年度の国防総省の総予算の1%未満であり20年度の欧州の防衛に費やされた金額59億ドルの3分の2です。 バイデン政権も中国に対して厳しい対応を取ることを示唆しています。先月の上院の承認公聴会で、ロイド・オースティン国防長官は、中国をペンタゴンの脅威として認めました。対中封じ込め政策の一環として、アメリカは台湾に対して10回以上武器供与を行い、 中華民国国軍の戦闘能力を格段に向上させました2019年7月には米軍現役の M1A2 エイブラムス戦車108両や地対空ミサイルなど総額22億ドル約2300億円の売却を承認しました M1A2 戦車は 米軍の各地での戦闘に参加しており高い性能と信頼性は実戦で証明済みです前身である M1A1 戦車は湾岸戦争の大規模な戦車戦に参加しイラク軍戦車を多数撃破しています同年8月には 新型の F16V 戦闘機66機を総額2,472億台湾ドル約8,900億円で売却することを決定しました。F16V バイパーは F16 戦闘機の最新型であり機体の強度を向上させたほか ミサイルの積載量を向上させることができます台湾軍はすでに約140機の F-16 を所有していますさらに10月には空対地ミサイル AGM など総額18億ドル約1900億円の武器売却を承認したほかボーイング社製の 空対地ミサイルスラム ER135 発やロッキードマーチン製のロケット砲システムハイマーズなど3種類の兵器システムの売却を承認しましたアメリカ政府は2020年10月26日台湾に対しハープーン対戦ミサイル400発および発射機100機 などを売却することを承認しましたこれは中国人民解放軍の上陸部隊や台湾海峡で活動する中国人民軍海軍の艦艇に大打撃を与えることができますアメリカはまたアジアにおける最大の同盟国である日本との関係構築を進めています 日米両国の政府は3月4日テレビ会議による二国間安全保障協議を行いました会議では新型コロナウイルスの影響や地域の問題二国間の防衛協定などインド太平洋の安全保障環境について意見交換を行いました日米双方は 東シナ海と南シナ海での力による現状変更の試みに強い反対を表明したとともに中国の海警法に対する深い懸念を共有しましたそして抑止力と対応力を強化することで自由で開かれたインド太平洋を維持し日米同盟を強固なものにするべく 継続して連携を緊密にすることを確認しました今年のゴールデン・グローブ賞を受賞した映画ノマドランドの監督クロエ・ジャオ氏は中国を批判した過去の発言が問題視されバッシングを受けています中国問題専門家はこの出来事について 社会の全面的な交代と評しました。同賞ドラマ部門で作品賞と監督賞を受賞したジャオ監督は中国出身でアジア人女性として初めて同賞を受賞しました。中国メディアは中国の誇りとして同志の快挙を褒めたたえていました。受賞を報じた記事は ウェイボーで3400万回閲覧され国民から祝福の声が上がりました来月23日の劇場公開も決まりましたしかし5日同映画のポスターは映画情報サイトの「ドーバ」から削除されましたタイトル「ノマドランド」の中国語訳「無意の地が ネット規制の対象になり検索不能となりました賞賛の嵐から一転して映画の公開が危ぶまれる事態になった理由についてネットユーザーらは監督の過去の発言が原因ではないかと推測しています2013年アメリカ映画雑誌のインタビューで私が育った中国は嘘ばかり 小さい頃教えられたことは後に嘘だと分かっただから私は反逆的になったと語りました2020年オーストラリアメディアに対して今の私の祖国はアメリカだと発言しました1982年生まれのジャオ監督は中学時代からイギリスへと渡りその後 アメリカの大学で政治学と映画を専門的に学びました父親は中国国有企業製鉄大手の元総裁でありジャオ監督の母と離婚後中国で誰もが知っている有名女優と再婚しました一部のネットユーザーは共産党体制から恩恵を受けた家庭で育ったのに 海外に出て中国批判に走るのはけしからんと批判しました。また、ジャオ氏を売国奴呼ばわりして映画のボイコットを呼びかける声もあります。在米中国人評論家のコヘイ氏は、ジャオ監督への批判が社会の全面的な後退を反映したと指摘し、 10年近く前の発言を掘り起こして批判するのは、現政権の脆弱さを象徴すると述べました。あるネットユーザーはこの話題を封鎖した w e b ボ o でこう書き込みました。黒江ジャオの発言を全く知らないが、ここで起きたすべては彼女の発言が正しい。 と証明しているアメリカイギリスオーストラリアなど各国の26人の科学者は4日中共ウイルスの発生源をめぐって新たに独立調査を行うよう国際社会に呼びかけました一方アメリカ保守派活動団体が公開した情報は 中国と世界保健機関 WHO が中共ウイルスの感染拡大を隠蔽したことを示唆しました WHO の国際調査団は2月上旬中共ウイルスの感染者が初めて確認された中国武漢市に入り現地調査を行いましたしかし国際社会は中国当局が WHO の調査を監視し重要データの提供を拒否したと批判し WHO の現地調査の信憑性を疑問視しましたアメリカ紙ウォール・ストリート・ジャーナルは4日ウイルス学者や微生物学者など科学者26人の署名書簡を公表しました書簡は、 WHO の国際調査団の半数が中国国民で「調査団のメンバーは中国当局が提供する情報に頼らざるを得なかった」「合同チームの報告書は中国と国際メンバーの両方の承認を得なければならない」などと指摘し調査の科学的独立性に疑問を呈しました。 26人のうちの1人イギリスロンドン大学キングスカレッジのフィリッパ・レンツォス博士は生物学的な脅威を研究する専門家です。同志は5日アメリカラジオ・フリー・アジア RFA の取材に対して「新型コロナウイルスが自然界で発生したのか実験室から漏洩したのかにかかわらず」。 この2つの可能性を徹底的に調査する必要がある。しかし、WHO と中国当局の合同チームは独立性を欠いており、完全かつ自由な調査を行うことができなかったとの見解を示しました。また、レンツス氏は、WHO と中国による合同調査は独立調査ではない、 と強調したい調査は最初から政治化されたこのためウイルスのサンプルや病院実験室の記録の提供国際専門家との面会者そして調査結果まで政治に影響されたとしました一方アメリカ保守派活動団体司法ウォッチは1日 同ウェブサイト上でアメリカメディアデイリー・コーラーニュース財団とともにアメリカ保健福祉省の電子メールを301ページ入手したと発表しました司法ウォッチはこれらの電子メールは中国と WHO が中共ウイルス感染拡大の情報隠蔽を共謀した可能性を 浮き彫りにしししたたと批判しましたメールにはアメリカ国立アレルギー感染症研究所 NIAID のアンソニー・ファウチ署長とクリフォード・レイン副署長のやり取りや WHO とアメリカ高官の連絡などが含まれています。一通の電子メールでは WHO は昨年2月13日訪中を控えるアメリカ国立衛生研究所 NIH の職員に報告を送った際 WHO が中国当局と合意するまで情報を他の組織と共有しないよう求めました WHO はメールの中で重要 中国側と合意するまでは、これを機密事項として扱い、公開するものではないとお考えください、と強調しました。同年2月15日付の電子メールでは、WHO の中中国代表、ガウデン・ガレア氏は、訪中する国際専門家に対して、 中国国家衛生健康委員会が滞在中のすべてのスケジュールを決めると伝えました同年3月4日に送信された電子メールによれば中国メディア在新電媒の記者全ジャー氏はレイン副所長に対して WHO と中国当局が共同で発表した症例 数は武漢市衛生当局が報告ししししたた症例とと矛盾していると指摘しましたデイリー・コーラーニュース財団のイーサン・バートン編集長はこれらの電子メールは新型コロナウイルスの流行の初期段階において WHO が既に中国当局に情報統制を許したことを反映したと糾弾しました。 WHO は5日、武漢市での現地調査の報告書を今月中旬に公開すると発表しました。